皆さんこんにちは、みねこです。はい、今回はですね、スパイダーマンの方をやっていきたいと思います。前回の続きですね。まあ、1401メートル先に目的地点があるんですけども、まあ前のところでね、最後ら辺に博士から電話がありまして、職場ですね、そこから電話があったので、おそらく職場に向かうのではないかなというふうに思いますね。じゃあ、早速行きたいと思います。開始早々噛んだね。よし、行くぞー。もう飛ぶだけで楽しいね、このゲーム。マジで楽しい。うわーね、1000メートル、1キロなんてさ、もうすぐだよね、このスパイダーマンの力にかかればさ。おいー。でもさ、この主人公はさ、この糸が出るね、このウェブシューターっていうんですけど、まあ、こちらをさ、自分で作ったわけじゃん。それがすごいよね。作る能力があるからさ。だから、そういうふうなさ、自分たちも作る能力があればさ、このウェブシューター作れるんじゃないかなと思って。スパイダーマンの一番の醍醐味である、このウェブシューター、糸を出す機械。これをね、自分で作れたらさ、なんかスパイダーマンみたいになるんじゃないかなと思ったけど、無理だな。この糸を出す機械作れても使いこなせる自信がないもんね。飛べたとしてもさ、怖いよね。よくできるなって思って。スパイダーマンのあの驚異的な忍耐とさ、筋肉がなきゃ多分ね、ぶら下がれないよね。糸がちぎれそうで怖い。ってことで、ここが職場かな。遅れてすみません。お私服に着替えて。すごい。こういう機械さ、始めてたんですか。直に委員会でトップがやってくる。使って悪者になる博士、前にもいたよね。初代のスパイダーマン。心配するな。開発したのは私だ。一人でいたよね。自分の開発したやつで化け物になっちゃった人。でもあの回すごいトラウマなんですよ。おばあちゃんをなんか人質みたいにとってね、すごい怖かったなって思い出があるな、小さい頃見て。うん。あ、止めた方がいいんじゃ。大丈夫？エラー起こしてるけど。おお、爆発したよ。博士！ダメだよ、こんな危ないもの。博士、怪我は？また失敗か。でもすげえメカ。だがあと一歩だ。本当に？大丈夫なの？誰この人たちは。どなた様。怪我は。いや、全部僕のせい。審査員の責任者って書いてあったね。予想以上でね。うん。だが言い換えれば、これも研究が進んでいる証だよ。そんな風には見えませんけれど。うん、本当だ。次こそは。先走るのはやめましょう。場所を変えてお話できます。なんか追い出されたりとかするのかね。今日はもう帰っていい。でもまたゆっくり話そう。科学者って大変ですよね。失敗を何回も何回もさ、繰り返してやっと成功にたどり着くじゃないですか。でもね、その失敗が多いとね、なんか制御装置が効かないなんて、うん、博士には休めって言われたけど、原因を確かめなきゃ。ああ、ひどい姿になっちゃって。おお、すげえすげえ。義手的な感じなのかな、これ。すごい、動かせるよ。何がまずかったのかな。こっち？これか。なんか iPad みたいなやつがある。オクタビアス。オクタビアス博士だっけ？オクタビアスだっけ？どっちだったっけ？オクタビアスかな？回路が焼けてる。くそ。僕が事前チェックしてれば絶対見つけてた。パワーコントロールが損傷。緑色の、支点のピースとオレンジの終点のピースをつなげる。なるほど。これはロックされててできないと。これを動かせってこと？ああ、ここになんかやれってことね。はいはい。これやって、回転がこうか。でここにも
つなげると、こういうふうにこういうふうにやるって感じかな。をつなげて、ここにもこれやって、なるほど、ここにこれ使って、ここにこれをやって、ここにこれを使うって感じかな。 OK。 なるほど、こういう風に修理していくんだね。次は回路の部品には特定の方向からしかつなぐことができないものがある。この矢印みたいなやつか。なるほど、じゃあこれを使ってこれを使って、これが移動できないから。なるほどね。んじゃあこれにこれで、これで反対だ、これじゃなくてこっちを使う。そんでやって、こっちじゃなくてこっちかな、違う、間違った。これやって、これやって、これやって、これと。オッケー。それじゃあ、楽しい、この謎解きみたいなやつ、パズルみたい。そしたら今度は電圧を再調整。電圧コントロールを設定するには正しい電圧にしなければならない。なるほど、サーキットピースには静電荷を、供給するものと不電荷を供給するものがある。なるほど、現在の電圧を目標の電圧0なのを3にしなければならないと。はーい、マイナス1、2、これを1にして、これをやれば、どっかが足りないね、これを2にすればいいのかな。オッケー。なるほど、電圧をちょっとコントロールしたりとかするのね。こんなに博士エラーあったよなのに試しちゃったの？危ないって。それはアップロード完了。それじゃ試してみるか。ポチッとな。おお、すごいすごい、ぬるぬるになった。おー、いいね、これで OK なんかな。博士は義手用の素材をテストしてたんだ。そういえば研究成果をレビューしてくれって言ってたっけ。レビュー、今やっちゃおうかな。レビュー、レビュー、あっちか。レビュー、レビュー、あったあったあった、ポチッとな。分析中、未知の物質発見。博士は義手の新しい素材をテストしてたんだ。未知の物質を吸収スペクトルから特定すること。未知の物質のフラグメントを使ってスペクトル内の吸収線をマッチさせます。カーソルを動かすフラグメントを選ぶ。じゃあ間違った、これじゃない、これじゃなくて、これじゃなくて、これかな。でこれやって、で3本線のやつを、はい、こういうことだね。パターン発見。はい、ハイドロゲル、ポリマー複合体。強力だけどインピーダンスが高い。他の素材探した方がいいって伝えなきゃ。やっぱこの主人公天才だよな。ピーターすげえよ。全くわかんないもん。これ以上ヘマしたくないし、今日はもう帰ろう。帰ろう。町を救いに行こうではないか。町を救いに。これかっこいい、めっちゃ。これズームできんの超かっこいい。やっぱスパイダーマンのスーツ超かっこいいですよね、これ。でも暑くないのかな？夏とかだったら最悪ですよね。めっちゃ蒸れるよね。はい、どこに行くの？僕の本当の仕事クリア。ユリ。こちらユリ。フィスクはもうライカーズ？どこ？ライカーズじゃない。あいつはビップタイムされるらしいから。ビップタイム、すげえ。ああ、すごい刑務所だね。エレクトロと一緒ってこと。フィスクもついに大御所の仲間入り。ちょっと署に寄ってくれる？問題が起きてあなたの力を貸してほしいの。君のためなら喜んで。署に行けばいいんだね。すぐ行くよ。1キロなんて風のようにぶっ飛ばしていくよ。おい。おい。マジ楽しい。
僕の大ファンはフィスクの逮捕をどう思ってるのかな。以上がジェームソンのファクトニュースへようこそ。ジェームソン、めっちゃスパイダーマンの悪口言う人だよね。おなじみピュリッツァー賞を受賞した。二度な。二度も受賞したデイリービューグルの元編集長だ。本の宣伝、うん、そしていつも通り彼の著書スパイダーマン脅威か悪党かを放送の24時間以内に注文すると、うん、脅威か悪党か追加でサイン入り版をゲットできるぞ。宛名は書かないからな、調子に乗るなよ。もうね、ジェームソンのファクトニュースだ。ファクトニュース、世界に溢れる未知の脅威についてお知らせしよう。早速電話をつなぐぞ。しゃべって。スパイダーマンはウィルソン・フィスクを倒したんだから敬意を払うべきじゃないか。そうだよ、だってギャングのボスが減ればみんなハッピーだろう。うん、なるほどな。それで君は警官か検察官、痛い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 、私のような百戦錬磨の受賞歴のあるレポーターか。うん、いや、配管業者。配管業者。なるほどな。じゃあ黙ってうちのトイレを直してろ。ひどいぞその言い方は。一人消えるとたちまちジャージに金のチェーンをジャラジャラ身につけたチンピラどもが、うん、次なるゴッドファーザーの座を狙い出す、うん、ギャングの構想を開始ってやつだ。なるほどね。あのウェブ変動が気にすると。ごめんジェームソン、話ぶち切っちゃった。でもあのジェームソンって人さ、まあ正しいことも言ってる時もあればさ、ひどいことばっか言う時もあるからね。どうなんだろう、ラジオのパーソナリティとして。禁煙したんじゃなかった？なんて言い訳してここに来るの。くだらない話し合いには飽きたって。なるほど。でスーツボロボロ、話してパーティーにエスコートしてほしい。白黒のスーツあるの？あー作らなきゃ。パーティーなんてないわよ。オズコープの監視システムに予算使い果たしたし。あれ便利だよね。そうね、オズコープ。1時間前まではシステムがダウンしたの。街中根こそぎね。なんで？メインサーバーが妨害されてるらしくて、どのタワーもオフライン。ふん、スパイの仕業かもね。犯人探しはあと、今はタワーを復旧させないと。急いでね。それで僕呼んだの？ああロマンチック。信頼できる人が必要だったの。いいね、信頼されてるって。信号が暗号化されててお手上げなのよ。暗号化ね、やりがいありそう。壊したら弁償よ。信頼してるんじゃないの？慎重にやらなくては。このタワーを見てみるか。周波数が変更されてる。やるな。波長をマッチさせる。なるほどなるほど。はい、オッケー。こういう感じかな。これどんどんやっていくって感じかね。次どこ？何個あるのこれ？タワーがオンラインに戻ったみたい。さすがね。まあね、天才だからな。ともかく他のタワーも直してくれない？はい。もちろん。ねえ、ところでさ、直す途中でタワーに同期したら近くの犯罪データが送られてきてさ、この辺で窃盗が起きてるみたいなんだ。おう。ちょうどいい。近くに部隊がいるわ。いいって、僕が行く。なるほど、行くとそこに。はい、近いね。なんかチンピラいるぞ。目出し帽かぶってる。ここ何なのこの施設は。やってね。鍵忘れたって感じじゃないよね。ウェブストライク。近接武器を装備した敵はほとんどの攻撃をガードするが、エアランチャー、ウェブ、投げられるオブジェクトでの攻撃に弱い。なるほど。ホールドしてエアランチャーを繰り出そう。おい。なるほどね。ああ、なるほど。後ろに回り込んでも無理なのか、今回。なるほどね。武器持ってないやつもいると。はい、はい。はい、バコーン。はい、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 はい。はい、かっこいい。終わった？イェーイ。犯罪トークン。よし、報酬。開始完了。ありがとう。今度は性能のいい装備。ついてるね、ユリ。君のお気に入り。こわもてだけど憎めないベテラン刑事の登場だ。あっちか。ちょっとやめて。もうそれ大丈夫？痙攣起こしてるけど大丈夫？めっちゃ痙攣起こしてるけど、何これ？これ人だよね。大丈夫なの？ちょっと待って、めっちゃ痙攣起こしちゃって麻痺してるみたいな感じかな。やりすぎた？めっちゃ怖かったけど。
ブイヤー、あれかな、犯罪トークン、こういう風なのをいろいろこなしてってスーツとかを解放していくって感じかな。近寄るんじゃないよ、グロリア。ああこいつだよ、めっちゃ絡まれてんね。ガタイのいいやついるね。あいつをなんかウェブストライクしたいな。あの人しか無理か。ブルートは近接攻撃をガードする。ウェブや投げられるオブジェクトで弱らせよう。ブルート、ガタイのいい人のことかな。いたー、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、やめてください、痛い。ちょっと待って待って、ごめん、痛い、ごめんね、やめて、ごめんって、ちょっと手加減してくれないかな。痛いよ、すんげえ痛かった。おい、弱らせて、おい、パーキングネス破壊しちゃってるけど大丈夫かな。おい、なるほど、この人がブルートって人かな。で、R1 で武器を取ろう。はーい。はい。なるほど。で、倒すと。かっこいい！超かっこいい。大丈夫ですか？もう大丈夫ですよ。やっぱりジェイムソンは間違ってたんだね。あんたは正義の味方だから。いいやつ。変わり者だけどって。行く当てはあるんですか？心配いらないよ。あ、もちろんそうだよね。でも参考までにフィーストセンターっていう場所があるんだ。フィースト。知ってるよ。施しはごめんだね。美味しいパンケーキがあるんだよ。町一番。母さんがよく作ってた。うん、もう長いこと食べてないけどね。行ってみるよ。ありがとう。スパイダー男。スパイダー男。じゃなくて、スパイダーマンね。スパイダーマンね。上に登って次のタワーを探そう。ね、はーい、行きますか。ウトゥルルルルル、空高く舞い上がり、はい、スパイダーコップは次の目的地、監視タワーを探すのだった。監視タワーを探すのだ。それってナレーションのつもり？え、まさかあんなわけないだろ。スパイダーコップに手を焼く所長、二人の溝は深い。頼まなきゃよかった。スパイダーマンのこういうお茶目なとこ好きなんだよね。何？ L2 をホールドして打ったら R2 で、あ、そういうことね。はい、周波数合わせます。追跡できるようになるかも。高さはこのぐらいで、OK、できたできた。あと何個ですかこれ。ほんと綺麗な街並み。路地裏はすごい、いや汚いけど。あれ何？タワーがいろんな無線タグの信号を受信し始めた。何あれ？バックのマークついてるよ。なんだろう。いた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 。ごめんなさい、ごめんなさい。どこ？どこ？あ、どこ行った？ここら辺だよね。あったあったあった。何これ、蜘蛛の巣で張り付いてるよ、バッグが。びっくり、僕の高校時代のバックパックだ。なんでこんなところに。追跡ドットを仕込んだんだっけ。めっちゃ綺麗な夕日。街中探せば他にもあるかも。こんなにいっぱいあるの。え、スパイダーマン高校生の時いくつリュックなくしたんだよ。こんなにいっぱいリュックあったらさ、やばいよね。バックパック全部で何個あるの。じゃあそこら中にあのスパイダーピーターが持ってたバッグがあるってことかな。それを探してコンプリートするみたいな感じかな。初デートのメニュー、 MJ との初デートの時のメニューだ。もっとおしゃれな店に行けてればな。なんでメニュー持ってんの。盗んだ。へえ、これ何や。ピザ、ピザって書いてあるね。パスタとか書いてあった。初デートのメニュー、スパイディの思い出の品が詰まった古いバックパック。これが何個もあるってことね。2ブロック先で強盗よ。
パイダーコップ。あった。了解。見た目は雲男でも。本当に治安悪いな。この短時間でいくつ起きてるんじゃい、事件が。おお、宝石強盗。金庫を開けろ、おら。物騒なもの持っちゃって。やあみんな。スパイダーマンだ、撃て。すごい被害。バンバン、バン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 、バンバンバン。大丈夫？ごめんね、当たんなかった？パンチとか大丈夫かい？また来た。あのさ、普通の仕事でもこのくらい頑張ろうとか思わなかったわけ？あ、誰？味方？多いな、やけに味方。痛い。危ないよ。オッケー、できた、終わった。よし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 。あっちか。それじゃあ次はシャイナタウンの最後のタワーを修理してくるよ。最後か、これが。修理してくるじゃないの？いろいろ考えたんだけどさ、この仕事って体力勝負だろ。でもスパイダーコップはほらもういい年だからさ。いた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 。期待通りの展開だといいんだけど。今日限りでスパイダーコップは警察業から引退だ。引退だ。ああ嬉しい。飲みたい気分。それじゃあ今夜はみんなでスパイダーコップの思い出に乾杯しなきゃ。ユリ、ユリ聞いてる？あ、無視された。感極まって言葉も出ないってとこ。ここら辺で、あ、あっ、けあ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 け。だんだんと分かるようになってきたぞ。町の平和。夜になるともっと綺麗なんだろうな、夜景とかが。あ、バックパック発見。見に行こうか、ちょっと。まずいな、胸毛が写真に写っちゃったらかっこ悪い。ボロボロだね、スーツ。スーツの修理道具はラボにあるな。博士がもう帰宅してるといいけど。めっちゃバックパックあるね。ちょっと取りに行くか。近いのがあそこかな。博士、バックパック探しに。どうでした？台無しにしてすみません。君のせいじゃないよ。彼らは神経質になっているだけだ。すぐに倒さない。失敗ない。戻ってラボを片付けましょうか。いい、私も今から夕食だし、続きは明日にしよう。今日は休んで、明日から未来の。ぬいぐるみ、かわいい。うわ、スパイダー人形。試作品作ったデザイナーに使用許諾頼まれたっけ。かわいいな。正体明かすことができれば印税もらえるのにな。ね、印税もらったらガッポガッポよ。博士、審査のことをほっとしました。ラボ片付けておきますか。いいんだ、私も今から夕食だし、続きは明日にしよう。今日は休んで、明日から未来の創造再開だ。あ、そういうことか。なんかさ、あの塔のやつをどんどん解放していけば、こっそりスーツを作るチャンス。マップが解放されるってことかな。おそらくそういうことかな。待て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 。ここかな。これを解放してやっていけば、多分マップがどんどん広がっていくってことかな。そういうことだ。そういうことだね。ここ開けば、ここの周辺のマップが開くってことかな。それで解禁されるんだね。なるほど。全体を見たいんだけど、間違った。待って待って。ズーム、これか。これが全体的なズームだから、これをだんだん解放していくみたいな感じかな。了解です。時間かかりそうね。オッケー。じゃあまずあの1キロ先のとこ行きたいと思います。おいしょ。いやマジ気持ちいいな。夕日がちょっと綺麗すぎて。あ、あったよ、アベンジャーズの塔が。ねえ、トラック倒れてたけど大丈夫？ごめんね、ひどい事故だな。怪我人がいるかも。どうしたの？大丈夫？あ、大丈夫？歩行者が車の下にいる。待ってね。何かと思ったら事故ですか？大丈夫ですか？おいしょ。あと一人、あと一人。どこにいる？ん？どこにいる？あ、いた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 。
今助けますからね、待っててね。そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃないよスパイダーマン。障害物で車から出られないんだ。はい、大丈夫ですか。被害者全員無事。あと救急チームの仕事だ。うん、ギャングの犯罪、金融街。なるほど、なんかほんと治安悪いな大変だね、いろんなとこ。大丈夫。あ、ごめんね、脅かせちゃった、ごめんごめん。やほい、よいしょ。博士のもと行くのかな今から。博士無事だったんだったらよかったな。なんか委員会の責任者の人に連れて行かれてたからさね、どうなることかと思ったけど。はいはい、あ、ちょっと待って、ごめんねスパイダー。何、どこ。はい、向かいます。どこですか、ここら辺、ここら辺、どこ。あ、あ、あ、いた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 、いたいた、ネズミがいたけど痛いよ、痛い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 。はい、痛い痛い、ごめんなさい。痛い、やばい、死ぬ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 、マジで死ぬ、死んじゃうやっちまった、ゲーム始まって、あの初めての死ですね。はいやった、ま、やっちまったな。はい、夢だったということで、目的地はどこかな。目的地は、あったあったあった、よし行こう。さっきのは夢だったんや。あ、ごめんね、脅かしちゃって。おい、はい。やっぱさ、あんな大人数でさ、ちょっとさ、寄ってたかってくるのはちょっと卑怯だと思うんだ。どうかと思うよ。何があるのここに。ん？ああ、やっぱそうだよね、職場だよね。よし、着いた。職場で博士の何をやるのかな？うん、私服に着替えて、いざ行きましょう。ガチャリ、オクタビアス。博士は家に帰ったみたいだな。あ、帰ったんだ。スーパーヒーロープロジェクト開始っと。ここで何か作ってるってことなの？またやる感じかな。人工装具のハードウェア改善だったよね。博士の発明をレビューしてダブルチェックしておかないと。レビューしてダブルチェック。ふんふんふん。オクタビアスインダストリー。カエルタスクを行います。タスクを完了して、経験値と報酬を獲得しよう。ゲームを進めると他のカエルタスクがアンロックされます。おお、なるほど。アクチュエーター制度。アクチュエーターの制度を改善しようとしてたんだ。ふんふんふん、なるほど。じゃあパパッとやっちゃいましょうか。よし、終わった。じゃあ次、ここですかな。ここでスーツ直すのかな。ふんふん。パーカー、オクタビア博士、博士、あの、それなんバレちゃうよスーツ。危ない危ない。それは、あ、ただの趣味ですよバレたな。そうか、君が。どう思うんだろう。なんていうか、これは隠さなくてもいいんだよパーカー。説明させてください。もっと早く言ってくれれば。言いたかったけど、でも噂が広まれば家族に危険が。そうだね、恨みを持った奴らがいるもんな。
そうだな。彼のスーツを作っていることがバレれば、当然君も狙われる。そっちかい。そうです、スーツ作った人としてな、認定されてるな。お願いしますよ博士。それじゃ私は行くよ。博士もいい人だね。いろいろ察してくれるところがいい人。付箋貼ってあるよ。なんて書いてあるの？おっと、博士からだ。チェック祝い E メールって書いてある。メールを見ろと。じゃあメールを開きましょう。解雇通知じゃなきゃいいけど。解雇通知大丈夫じゃない？ピーター、君がスパイダーマンのスーツ職人だと知って、おっと秘密だったな。改めて君の人間性に気づかされたよ。どんなに忙しくても君はいつも周りに手を差し伸べる。おせっかいかもしれないが、スーツが破れているのに気づいて勝手ながら改良案をスケッチしておいたよ。添付ファイルにいくつか私のアイデアを書き込んでおいた。きっと町のヒーローの役に立つはずだ。二人でとてつもない発明をして世界を共に変えていこう。君のパートナーであり友人の夫より。優しいね博士、本当に手伝ってくれる博士も、もう博士もさ味方についたらもう無敵よ。白いスパイダーかっこいいね。トークンを使ってアドバンススーツを作成してみよう。おーかっこいいじゃんこれ。ホールドしてアドバンススーツを作成。めっちゃかっこいい本当に。はい、スーツを作成すると新しいスーツパワーもロックされる。スーツパワーメニューでアンロック済みのスーツパワーに入れ替えることが可能。スーツ改造でスーツのアップグレードが可能。スーツ改造のアンロックと整備もここで行おう。なるほど。サイドミッションやアクティビティをクリアしてスーツやスーツパワースーツ改造をアンロックしよう。なるほど。トークンを使ってスーツ改造を作成。スーツ改造で、機能がアップし攻撃力と防御力がブーストされる。スーツ改造は3個まで装備できて効果も復充する。重複だねすいません。よし、重複する。いろんな効果もできるってことですね。スキルとかもスーツによって違いますよってことなのかな。できるものがいいね。そういう風なのはいろんな技とかが増えるってことですもんね。でね、スーツね、面白いのもいっぱいあるからね、そういうの解放してさ、それで飛び回りたいんですけど。めっちゃかっこいいじゃんこれ。超かっこいい新しいスーツ。いいね、まさにスパイダー男って感じ。ごめん遅刻なんだ。かっこいいぞ。いや絶対これ夏暑いよな。ちょっと通るよ。ニューヨークのみんな元気にしてる。いいね、テンション上がってんね。新しいスーツ最高。最高だなスパイダーマン。新しいスーツよな。やっぱりどこに向かうのって。おい、いや最高ですよ新しいスーツ。ちょっと見よっか。これかな。こういうのもあるんだちゃんと。いいね、ノワールスーツ。ナイトモンキーみたい。スカーレットスパイダースーツ。あーちょっとダサい。はてなはてなはてな。ステルススーツ。あーこれ本当にあれじゃん、ナイトモンキー、あのファーフロムホームで出てきたやつね。いいね、アップグレードスーツ。おかっこいいめっちゃ。フューチャーファウンデーションスーツ、これが、すごいねこれ。バンボスティックバックマンスーツ。へえ、これがウェブスーツ。ウェブスーツかっこいいねこれ。あ、これもう着れるの？ここら辺は。あ、着れるんだここら辺。かっこいいな本当に。マジでこれめっちゃ好き。アップグレードスーツ。うん。で、ここら辺は、バックパックのやつ2個と犯罪トークン。で、これがバックパック2個と拠点トークン。で、
で、これ拠点トークンとランドマークのやつかな、これを集めるとここら辺が解放できるって感じですかね。すべてのバックパックを見つけるとこのスーツがアンロックできると。なるほど、へー、いいねここら辺ね。じゃあもうしばらくは次からはね、このアドバンススーツ、せっかくね博士が作ってくれたんで、こちらでやっていこうかなって思います。でこれがスーツかな、スーツパワー。まずバトルフォーカスができるやつだね、これが。なるほど、スキルとかもねちょっとだんだん解放していけたらいいなっていうふうに思ってます。今利用可能なのが2なんで、もう全部一番最初のやつかな、これをちょっと解放しておこうかなって思います。イノベーターとウェブスリンガーのやつのね、この一番最初のまずやっときました。うん、これでいいかな。スパイダーマン、ユリから入った。フィスクの手下が未だにのさばってるわけが分かったかも。フィスクの手下ね、現場よ。逮捕された時閉鎖されたんじゃないの、うん、いいえ、合法的なビジネスの一つなの。投資家が複数いる、理由がないと手は出せないわ。理由はあるんじゃないの。証拠がないわ、垂れ込みと噂だけだから、あなたに奴らの縄張りを見張ってほしいの、うん、不審な動きがあったら私に知らせて。任せて。なるほど、おせっかいな隣人スパイダーマン出動。これが拠点トークンってやつかな、おそらく。フィスクのアジト、建設現場を調べるって書いてあるね。なるほど、じゃあこれはあの次回からやりたいと思います。はい、ということで今回はね、職場に行って博士との絡みが多かった日ですね、今日はね。まあバックパックもいろいろやって、拠点のやつもどんどんね、クリアしていけたらいいなっていうふうに思っております。はい、ということで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。何か質問リクエストコメントがありましたら、ツイッターやコメント欄までお願いいたします。皆さん長い時間本当にご視聴ありがとうございました。それではさよなら。ジェイムソンが喋ってるけどこのまま終わりにします。アルチューが運転する車よりも頻繁にクラッシュするネットワークを構築したからだ。諸君らの税金は無駄遣いされ